地震で起きたらサッカー勝っていたの声も、日本代表戦終了直後の午前2時54分ごろ震度3期省庁によると、17日午前2時54分ごろ、神奈川県西部を震源とする最大震度3の地震があった。マグニチュード4.4。地震が発生したのは、阿ウで行われたサッカー日本代表のカタール W 敗退終予選を満ン,ンが終了した直後だった。 関東、甲信越地方では、下からガツンと突き上げるような揺れに驚いた人も多かったようで、サッカー館て寝ようとしたらいきなり地震来た。サッカー勝って喜んでたら、地震来たなどのツイートが投稿された。一方で、地震の揺れで目が覚めた人もいたようで、地震で起きたらサッカー勝ってた。地震で起こされ、サッカーの結果を知るなどのツイートもあった。試合は日本がおまんにゼロで勝利し、 W 杯予選自動突破圏内の2位に浮上した。